浦和コルソは埼玉県埼玉市浦和区高砂の浦和駅西口にある商業施設である。主に北側の棟に各テナントである伊勢丹浦和店が出店し、南側の棟は専門店街として特に浦和コルソと呼ばれている。伊勢丹を含めた再開発ビル全体の愛称がコルソである。浦和駅西口に 駅前広場の整備などを行った浦和駅前市街地改造事業に伴い建設されたビル。コルソ川を A 棟、伊勢丹川を B 棟として建設されたが、二棟は連結しており、一つの建物のようになっている。利便性を考慮し、1階には東西方向、南北方向に抜けることのできる通路がある。駅前広場確保を兼ねた事業のため、残りの敷地に、 フロア数の大きな建物を建設する必要があり、大型商業施設のビルとなった。そこで、各店舗として、当時浦和には、百貨店がなかったことから伊勢丹を誘致し、開業した。現在でも県内で最も高所得者が多い浦和に、立地していることから、伊勢丹新宿店に次ぐ、売上高を上げている。フロアの半分以上を伊勢丹が占め、すべての木材橋で、 コルソと伊勢丹はつながっていることから、浦和の伊勢丹といえばこの建物を指すことが多い。地下1階から浦和駅までは中野島地下道によってつながっている。建設費は約364億円。2棟とも地上7階地下3階である。ありがとうございます。